どうも、岡千代です。今ですね、尾道の旅堪能してまいりました。で、今から車を 4,50 分走らせて福山の方に行ってきたいと思います。では、2日続けての Vlog スタートです。あとね、目的地まで8キロちょっとなんですけども、急な睡魔に襲われそうになったので、安全のため運転交代します。大丈夫よ。 OK。 ここに来たらむちゃくちゃ暑いです。ということでね、鞆の浦、なんかポニョの舞台みたいなところに来ました。海ですね。で、来る途中ね、なんだっけ、こう街並みがすごくかっこよかったんで、またね、戻るので、戻っていくところをまた動画に残していきたいと思います。すごくね、気持ちいいところでございます。海、瀬戸内海だっけね、瀬戸内海でございます。こんな感じ。ここでタイムラプスです。船とかね、動いたらいいんですけども、どうでしょうか。それではですね、奥さんたちはなんかイベントがあるっていうことでそちらの方向かったので、僕はね、また来た道をね、こうすごいね、こうなんていうかな、風情のある佇まいがたくさんあるんですよ。そのあたりちょっとね、散策していきたいと思います。では行きましょう。のんびりね、2時間半ぐらいあります。瀬戸内ジャンと、すごい雰囲気があるんですよね。このあたりね、ちょっと散策ですね。ワクワクしますね。さっきまでね、7人8人ぐらいでね、こう盛り上がってたので、一人寂しくなんですけども、まあ、これはこれでね、こんにちは、こんにちは、これはこれでね、ちょっと楽しみながらいろいろ散策ですね。ほんとね、感じがものすごく好きです。多分ね、こういったような感じの道がね、山ほどあるんですよね。天気も良くてすごく気持ちいいです。こっちだったかな、忘れたな。なんか道に迷ってしまった。早速道に迷った。今ここだから、あっちだな。ちょっとこっちに来すぎましたね。でもね、この階段がすごく気になるので上がってみたいと思います。お、むちゃくちゃ眺めいいじゃんこれ。ちょっとやっぱりね、こういう風にね、気ままに歩いていろいろ発見ですよね。おー、すげえ、すごい、こっからの景色、ここまた素晴らしい。タイムラプス撮っちゃおうかな。なんかね、さっき向こうから来るときに船着き場があって、なんかどっかのなんか島にね、行けそうな感じなんですよね。それとか乗ってみてもいいかなと思うんですけども、ほんとここ抜群の景色、最高ですね。これかな、弁天島っていうんだろうか。ここちょっと行ってみたいけど、どうだろうか、行けるのかな。でもなんか船着き場ありますね。なんかね、今説明してる人の話聞いてたら、城下町だそうですね。だからこういったね、細い道がね、多いんだなっていうふうに思いますね。とりあえずね、また海沿いの方に行って、船乗られるかわかんないんですけどね、そこ行ってみたいと思います。最初にね、いたところがあそこですね。あそこからね、ぐるっと今あの辺りをまあ回って、ちょっとね、高台の方にも上がってきました。で、目指すはね、この向こう側に船着き場があるので、そこに行きます。また寄り道。あれ、猫かな。猫ですね、猫。
あそこのね、島にちょっと行きたいなとは思うんですけども、どうしたらいいかな。これかな、これですね、多分。一応ね、聞いたらね、あのちっちゃい島には行けないらしいんですけど、その裏のね、あの大きい島には渡れるってことで買いました。ちょね、あら、変だ。往復でね、240円です。行ってみたいと思います。なんか海賊船みたいな。あ、龍馬だ、坂本龍馬。おお、すげえ、すごい。なんか一人で贅沢気分ですね。ようこそ潜水島へ。亀の島、浦島太郎の浜。へえ、もうちょっと行ってみたいけど、どこなんだろう。遠そうだな。とりあえずね、行けるところまで散策です。なんかこんなのもある。場所的にはここか。またね、ここまで今日中に帰らないといけないんですよ。遠いな。結構ね、大きい島みたいで、一番端でね、なんか山の頂上から見る景色、そこが60分かかるそうです。浜辺あっち側ね、なんか歩けるっぽいんで、あっち側行きましょう。なんかね、リゾート施設のようにすごい人がいっぱいいて、びっくりした。で、ここね、さっき指さしたところですね。ここを歩いて行ったらどこに向かうのでしょうか。ここね、国民宿舎とかあるんで、これ泊まりに来てもいいな、ここ。それぐらいいい場所ですね。すごい楽しそう、みんな。海が輝いてますね、綺麗ですね。みんなビーチで遊んでます。これって今思ったけど、ずっと続いてるから、もしかしたら島を一周するパターンかな。あ、こういったところ好きですね、僕。島一周パターンはちょっときついかもしれないな。断崖絶壁ですね。しばらくね、ずっと歩いてきたんですけど、これね、ダメなパターンのやつでした、ね、一周はしないんだけども、半周でこの山の頂上に行くタイプだから、1時間かかってしまう。そこまでさすがに時間がないので、元に戻ります。いや、でもこんなところあるとか当然初めて知ったんですけども、むちゃくちゃいい場所ですね。瀬戸内海か。こういうことか。多分さっきの海沿いをずっと歩いてったら、おそらくこの上がね、景色がいい頂上だと思うんですよ。まあ登りはしないけども、まあここから降りてきて船着き場に帰るっていうルートになりそうですね。もうちょっとね、時間があったらね、多分僕ね、普通にここまで来ても山登りしちゃいそうですね。だんだんこの西日の暑さにやられてきました。じゃあね、もう次の船来て、向こう側のね、陸の方に戻って、奥さんたちと合流して島の隙間で帰りたいと思います。いやー、すごいいいところだったっていうか、帰りの船でですよ、なんと
偶然にも視聴者様にお声をかけていただけると、いやこんなことがあるんだなって本当ねびっくりしました。むちゃくちゃびっくりした。だって僕地元じゃないじゃないですか。ここもう日帰り旅行で来てて、その日帰り港に来て、あの島に渡らなかったら出会えなかったし、あの同じ船に乗ってなかったら出会えなかった出会い、最高ですね。だから旅は本当に面白い。すごいのどかでいいところですね。カモメが飛んでる。はい、ということでですね、今日はですね、昨日の動画に引き続き、まあ、実際はですね日帰り旅なんですけども、いい旅ができていると、友の浦、あとなんだっけ、島の名前ど忘れした。もうね最高の場所でしたね。で、あの今から僕下関に帰ります。で一応ねまだね4時半なんですけど、奥さんが5時までイベントがあるっていうことで、まあそれが終わってまあのんびりのんびりですね休憩しながら、まあ、4、5時間やっぱりかかりますから、高速道路使ってもですね、まあそんな感じでですね、のんびりした旅になったのでよかったなと思います。あと視聴者様にも会えたということで、まあ、こんな感じでですね今日の日帰り旅 Vlog という形で2日連続に、ね、なっちゃったんですけども、まあいい思い出動画になったんじゃないかなと思います。では本日もご視聴ありがとうございました。もしよろしければぜひチャンネル登録お願いいたします。あと Twitter、Instagram、ウェアもやってますので、よろしければチェックしてみてください。以上、勝吉でした。ではまた見てください。終わった。うん。次はさ、もう絶対泊まりだね。うん。うん、絶対泊まりです。ただいま到着。燃費ね結構いいところまで行きましたよ。23.8